はい、皆さん、どうも、トッシーです。はい、今回は、こちら、ヒカキンさんオリジナル iPhone ケースの方を開封していきたいと思います。では早速開封の方していきたいと思います。はい、今回購入したのはこちらですね。ヒカキンさんオリジナル iPhone ケース。こちらは iPhone5 専用となっております。はい、こちらの iPhone ケースの方は、Amazon で購入しました。価格は2480円しました。こちら iPhone5 なんですけど、実は僕 iPhone5 持ってません。僕はですね、普段こちらまあもうアンドロイドの au の Xperia Pro の方を使用してます。画面にひびが入ったやつを使っています。なので今回はなぜこちらを買ったかというと、こちら、自分のではなく弟の iPhone5 です。弟の iPhone5 のために買ってあげました。今回はこちらの方を開封して、こちらの弟の iPhone5 の方に装着していきたいと思います。では早速開けていきます。ちなみにパッケージの裏側はヒカキンさんに関する、詳細などが書いてあります。ちなみにこちら限定1000個らしいです。ではね、早速こちらのケースの方を取り出していきたいと思います。おお、かっこいいですね。こちら、なんと鉄ではなく金属ではなく、金属をプラスチックに蒸発させて付着させたケースだそうです。高級感があるケースですね。こちらの方には、ヒカキンさんの、まあ、ロゴっていうか何ですかね、キャラクターが、まあ、描かれていますね。下の方には YouTube の公認ロゴが、まあ、載っています。では早速弟の iPhone5 に装着していきたいと思います。はい、装着できました。こんな感じですね。まあ、つけるとこんな感じで、こちらのボタンとかいろいろ、まあ、ライトニングコネクタとかスピーカーとかイヤホンジャックとか電源ボタンのところは、まあ、開いてますね。まあ、当たり前だと思いますが、こんな風になってます。カメラの部分は、まあ、このようになっています。まあ、率直な感想を言いますと、まあ、かっこいいですよね。はい。高級感のあるケースで、もう、自分の中ではもう満足というか、まあ、弟がどう思うか次第ですね。はい、では今回はこちらの、ヒカキンさんオリジナル iPhone ケース 4iPhone5 のシルバータイプの方を開封していきました。